気づかれてしまったわ、ミノト。無念です、日の江姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも指折りの強者。まだまだ私たちは修行不足のようです。勝手に入ってきちゃダメ。嫌ですわ、同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより、佐藤佐があなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。今文が届いたぞ。近々百竜夜行が起こるそうだ。ついに始まってしまうのですね。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。あなたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いに、カムラの里、存亡の危機。近いうちに、砦で遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たち、カムラの民が日々修行を重ねてきたのは、まさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。頼もしい限り。